田形商業高校での浪音講演会の様子です。ご視聴くださいませ。口だけの人もいたらもう一回だけやらせてください。あの天井が飛ぶぐらいの声で、あ、迷惑かからん程度に、せーの、浪音。ありがとうございます。はい、浪音でございます。あの堅苦しいお話は要しませんので、あの座って喋っても構わないでしょうかね。はい、すいません。最近ね、あの年のせいでね、膝がちょっと弱ってきまして、でじっと1時間経って喋ってると45分目ぐらいから膝がガクガクしだすということで座らせていただきます。今年のせいと言いましたけど、こちらの学生さんは皆さん、まあ、成人のね、社会人の学生さんなんですけど、平均年齢って柴崎さん何歳ぐらいでいらっしゃるんですか？50何歳ぐらい。ちなみに今日の最高齢の方はどなたでしょうか？年齢をお聞きしてよろしいですか？84歳にして夜学に勉強に来る、することないんですか他に。もう私学校時代ね、勉強が嫌いでね、神戸生まれの神戸育ちですから、ずっと神戸の学校やったんですけど、まともにあの学校行かんと、校舎に入っても椅子に座らんと運動場出て鉄棒の上走ってるとかね、あの運転して遊んでるとかね、もうそんなことばっかりやっておりましたんですが、まあ、今こうやって熱心に夜間まで勉強されるというような方々にお話をさせていただくということで、実はいささかわからんでしょうけど、これで緊張してます。ちょっとプレッシャーかかってるんです。貴重なお時間をいただいて何をしゃべるかということで、でもおそらく貴重なお話はできないと思いますので、そこだけは覚悟していただけたらいいのかなと。で、今全ての人が誇りを持って生きられる社会というタイトルですっていうふうに柴崎さんご紹介いただいたんですが、まあ大層なあれタイトルやと思われたかわからんですが、全ての人が誇りを持って生きられるって口で言うのは簡単なんですけど、現実はなかなかね、男女間の格差あったり、年齢の格差あったり、学歴の差あったり、いろいろあるじゃないですか。全ての人が誇りを持って社会の中で活躍できるかって言ったら、まだまだ残念ながらそうはなってないなと私は思うんですね。でとりわけ浪音が仲間たちとやっているプロップステーションの活動、それからユニバーサルドローン協会の活動っていうのは、そういう意味ではなかなか社会のメインストリームで活躍のできないと思われていた方々が活躍したいと言って集まったグループなんですね。じゃあどんな人たちかっていうと、まあ、あるいは皆さんのイメージでいう寝たきりの方とか、あるいは大変重い知的なハンディがあってコミュニケーション能力も低かったりとか、あるいは、計算がほとんどできなかったりとかね、まあ世の中では障害者というふうに呼ばれたりしていますけど、私たちはその人たちが自分たちも社会に自分のできることを発揮して、できればその社会貢献までをしたいなと言って集まってられるんですね。で、そういう人たちに対して、私はかわいそうな障害者とかね、気の毒な人とかは絶対言いたくないんで、すごいやつらやなと実は思っています。そのすごいやつらと一緒に約5年になります。来年でも35周年なんですが、そのプロップステーションという活動をやってきました。じゃあ35年何をやってきたかっていうと、それがこのこういうやつ。35年前ってスマホなかったです、もちろん。それから一般家庭にパソコンも普及してなかったです。 IT っていう言葉もなかったし、いわゆる情報通信技術って言うても、知ってる人はもう特別なそういうお仕事をしてるエンジニアの人だけっていうのが35年前でした。ところが35年前に、今言うたそのベッドの上で介護を受けてるような友達がね、僕はベッドの上で介護を受けてると、人のお世話になって生きている、それはありがたいことやと思ってるけど、自分も人にお世話する側、
あんたもなんかやってくれへんかって言われる側、つまり期待される側、そしてその期待に応えることのできる側になりたいってこう言わはったんですね。今の時代やったらそんなこと、障害のある人が言わはっても何の不思議もないんだけど、それが35年前でした。親御さんでさえもベッドで寝たきりの子供がそういうことを言うてもあんた、そんなこと言わんで、そんなこと考えんでいい、父ちゃん母ちゃんがちゃんと世話したるから面倒見たるから、そんなこと考えんでいいよっていうような時代やったんですが、現実にそういう人らが私の前に現れはったんですね。で、私びっくりして、そんなこと言うてもあんた寝たきりやんか、会社行かれへんやん。その頃働くって言ったら会社へ行って仕事してお給料持ってくる、これが働くっていう形でした。今みたいに在宅ワークないからね。で、会社へ行かれへんやんかって言ったんです。そしたら、ナミネ、僕が働かれへんのはなんでや思うって聞かれた。いや、そやからあんた体が不自由やからやろって、寝たきりやからやろって。違うって、会社へ行かれへんからやって言うんですよね。そう、同じちゃうのそれはって言うたら、いや、会社へ行かれへん、つまり仕事場へ行かれへんから働かれへんのやけど、仕事が来てくれたら僕働くって言うんですよね。仕事が来るってどういうことやろうって、その時はイメージ全然わからなかったんです。そしたらその子が、いや、実は情報通信技術というのがあって、パソコンとかそういうものを使うとベッドの上でも働けるんやって言わはるんですよ。私全然知識がないから、そんなことほんまなのって言ったら、実はちょうどその話をした時にアメリカから伊勢湾に海底ケーブルでネットワークが上がったっていう、技術者の人やったら知ってはる時期やったんですよね。つまり日本の情報通信の夜明けみたいな年やったわけですよ。で、私らそんな全然知らないから、情報通信何か、ネットワークって何か、パソコン通信って、そもそもパソコンって何やっていうのも分かんなかったんですが、ああそうか、この人たちは人からお世話をしてもらってるけど、それだけでは誇りが奪われてんねんなと思ったんですね。そうか、人間にとって働くっていうことは、仕事するっていうことは、お金稼ぐだけとちゃうかってんっていうの、その時に私も目から鱗でした。つまり働くっていうことは誇りを持って生きていくっていうこととイコールなんやなとこう思ったんですね。で、この人はその誇りを奪われてると思ってはる。でもそれをその情報通信なんたらいう技術で取り返したいと思ってはる。決して銭金稼ぎたいというだけで言ってあるんではないなっていうのがもうひしひしと伝わってきました。それから走り回りまして、ナミネ、基本的に技術はないけど、それから勉強もできへんけど、口と心臓はギネス級なんですよ。口と心臓ギネス級の上に体が動くとなると、何をするかって言ったら、その人たちが言うようにベッドの上でも稼げるようにするために必要な人を引っ張ってくる。あ、それ私それやったらできるかもわからんなと。私にその人らに何か教えてあげることとか絶対できないけど、この人たちを働けるようにすることのできる人を引っ張ってくるならできるんちゃうかなと思いまして、走り回りました。今映ってるのはね、ナミネのFacebook なんですけど、あ、これスマ、あっちの方がいいな、プロップステーションの。これで。ホームページ ?Facebook やで、これ。いや、ホームページを呼ぼうと思ってね。Facebook ですよ、今映ってんの。今、うん、違う、フェイスブック、え、ブラウザは一回閉じてください。そうですか、っていうぐらい全然あかんのですね。で、そどうすんの。で、フェイスブックを閉じる。フェイスブック閉じる、うん、で、クロームかサファリを立ち上げる。こう閉じる、うん、で、ブラウザを立ち上げる。ブラウザ、あ、これや。で、これでプロップ
プロテインになってる。プロテイン？これよ、これよ。はいはい。これちゃう？はい、そうです。これで、これやん。ありがとう、鈴木さん。これが、ICT 情報通信技術を駆使してユニバーサル社会の実現を目指すというのをスローガンにした社会福祉法人プロップステーションのホームページです。ちなみに情報通信で社会福祉法人という認可を受けたのはプロップステーションが日本で最初です。それまで社会福祉法人というのはお年寄りのお世話をする施設とか障害のある方のお世話をする施設だったりとか、あるいは幼稚園のようなね、そういう幼児教育のとかであって、情報通信とつまりパソコンと福祉っていうのは絶対結びつかないものをやったんですね。でそれを初めて結びつけて、しかも認可を受けたというのが、その私たちのプロップステーションということになってます。その認可を受けた一番、支援者の人がこの人です。わかります？そうです、世界のビル・ゲイツなんですよね。これなみね、ちょっと予想行きの服着てますけどね、日頃ジーちゃんとジーパンしか着ないんだけど、この時はさすがに予想行き着てますけど、ビル・ゲイツさんの支援で社会福祉法人になることができました。社会福祉法人になるっていうのは、その当時は1億円のお金がいったんです。1億円の基金が。そんなもん、私らみんなね、ベッドの上におる子らと、で私自身も重症児のお母ちゃん、お金なんか、まあはっきり言って無駄なお金なんか1円も持ってないところに、法人化をしよう、しかも社会福祉法人として活動しようって言った時に、1億のお金いりますよって言われたんですよね。でただ私がいろんなところにお願いをしていった中に、情報通信技術のいわゆる IT 業界のトップの方のところずっと走り回ったんですが、マイクロソフトっていう会社の日本法人の社長さん、成家誠さんっていう方がおられたんです。でその人がビル・ゲイツ、うちのアメリカの代表者に紹介するって言って会わせていただきました。でこれがまあその、まあ、それ何度目かにお会いした時の確かこれは写真やと思うんですけども、でその時にビル・ゲイツさんはまあメガネかけてはったんですね。でそのメガネをこう外しながら言わはったんです。ものすごいあの人ドキンガンなんですよ。だから分厚いメガネが、そのメガネをこう外してね、このメガネは僕にとって車椅子と同じですって言わはったんですね。人間は必ず自分の能力を発揮するために何らかの道具を必要とすると。で僕にとってはこのメガネがなかったら見えない状態になるんで、もうなんてアプリケーション開発とかそんなどころじゃない、仕事どころじゃない、僕にとってはこのメガネが最大の道具です。で人にとってはそれは車椅子の人もいるでしょう。僕は情報通信技術アプリケーションというものを世界中の人にとってこの道具を使って自分は世の中に売って出たいとか、この道具を使って自分はちゃんと稼ぎたいとか、人の上に立ちたいとか、あるいは自分のやりたいことをやりたいというようなものにしたい。つまり、まあ、Windows ですね。あの当時でいうね、彼は Windows 開発して世界に Windows を広めたわけですが、そういうふうなソフトウェアっていうものをそういう道具にしたいと思ってるんだ。でその時に実は僕の頭の中からはナミネが言うような寝たきりの人は入ってなかった。だけど今話を聞いてなるほどそうかと思った。不可能を可能にしてこそ全ての人にとって重要な道具になる。今までベッドの上では稼ぐことができないという常識を自分が開発したソフトウェアで覆すことができたら、それは自分にとっても最大の誇りやというようなことをおっしゃってくださったんですね。すごい感激しました。ちなみに私英語全然ダメなんで、さっきも言ったように勉強してないから、This is a pen と My name is ナミネイエーってこれしか見えなかった。でも喋れたんです。なぜかっていうと、ビル・ゲイツさん
って日本に来るたんびに専属の通訳の人が、この写真には写ってないんですが、実はビルさんの肩のところにその人の顔が、専属の通訳のおじさんの、ほとんど私がお会いした時からすでにもう毛はないような人でしたけど、あの、それで私が関西弁でベラベラっていうのも同時通訳しちゃうんです、ビルさんの耳元でね。わで、ビルさんが何か言わはった返事をまたさすがに関西弁ちゃいますけど日本語で訳してくれはるんで、そういう形で会話をさせていただきました。おかげさまでビル・ゲイツと1階の重症児の、ね、チャレンジと障害のある人たちと活動してるおばちゃんとが、そういうふうにこう共通認識を持つことができたって、私にとってはすごくありがたいことでした。で、ビルさんのおかげでそういう人たちのために技術を教えてくれるたくさんのエンジニアの方々とか、それから、実際のアプリケーションとか、そういうものをプレゼントしていただいたり、場所を提供していただいて、そしてあのマイクロソフトが全面支援してるよっていうことが分かった途端に、マイクロソフトに対抗する、その当時はマクロメディアって言ってましたかね、つまりマイクロソフトは技術系ソフトウェアなんです。でエンジニア系ですね、どっちか言うとね。でもう一つグラフィック系の、つまりアート系のソフトがマクロメディアっていう会社が出してたんです。今のアドビ、アドビ、今で言うアドビ、 ありがとうございます。今で言うアドビね。だからイラストレーターやとかフォトショップみたいな画像系のソフトの会社が、マイクロソフトが全面支援するんやったら自分たちも全面支援するって言ってくれはって、もういきなりソフト使い放題みたいな。でそこに一流のエンジニアの人が来るっていうような形でコンピューターのセミナーを開くことができました。でベッドの上の人にも、重症の人にはベッドサイドに教えに行ってくれたりというようなセミナーが始まったんですね。ですから一般の方々がまだ情報通信技術で稼ぐっていうのはほとんどイメージできていない時に、ブロックステーションではベッドの上でそれで稼ごうっていう人たちが生まれたっていうのが三十数年前でした。おかげさまで本当にあの今までそういう、技術者の方々にですね応援いただきました。でビル・ゲイツさん一人で応援してくれるわけじゃなくて、どっちかっていったらビルさんはそういう資金面のバックアップをしてくださって、あとはその技術系の会社の方がもうどんどんやっぱり来てくださったのがね、言わはったこと印象深かったんですよ。超一流のエンジニアの方がこう言わはったんです。僕たちもボランティア活動をしたいと思っていました。だけど世の中のボランティア活動って、お年寄りの車椅子を押すとか、障害者の方の外出のお手伝いをしたり、お食事のお世話をしたりっていう、そんなんばっかりで、僕たちの技術が生きるボランティア活動っていうのはどこに探してもなかったんです。だけど新聞に、あ、実はね、朝日新聞が一行だけ書いてくれたんです。プロップステーションっていうグループがコンピューターのエンジニアのボランティアを求めているっていう一行、朝日新聞が、ね、朝日の一行すごいですよね。それを見てエンジニアのボランティア活動があるって言って、何十人ものもう本当に超一流のエンジニアの方が来てくださいということで、ナミネーが技術系のことは何にもわからなく、パソコンも触ったことも触れたこともないのに、いわゆる技術集団の人たちによる講習会っていうのが始めることができたんですね。で、ナミネーは実は今ものすごく自分の、まあ、ミッションにしてるっていうか、もうこれだけは欠かせないというのは、人が何かを得て一流になりたいと思った時は、教えてくれる人も一流以上、いわゆる超一流ないといけないっていうのがナミネの信念になってます。ちょっとかじった人に習ったんでは絶対一流になれない。一流になるためには超一流の人から習わないといけない。実はナミネはこの IT 業界以外でもスイーツの取り組みもやってるんですね。それは作業所とか福祉施設で
スイーツ作り、お菓子を作ったりすることをしてらっしゃるチャレンジドの方、障害のある方がいっぱいいらっしゃって、そういう方々のための講習会というのもやってます。でこれは日清製粉さん、これ日本の粉のメーカーでは4割以上のシェアを日本で占めてるんですが、その日清製粉さんがタッグを組んでくださって、で日清製粉さんのお声掛けによって超一流のシェフたちが、あるいはパティシエたちがボランティアで講師で教えてくださるっていうのを、このパソコンの講習会と並行してずっとやらせていただいてます。そのうちのメイン講師の先生は去年厚労省の現代の匠に選ばれはったんです。スイーツの部門の現代の匠に選ばれました。そういう方々が自分も私もって言って手を挙げてくださって講師をしてくださる。で私はお願いしますお願いしますお願いしますって強い心臓で絶対この人の門叩いてこの人を引っ張ってくると思って走り回ってるだけなんですが、おかげさまでやっぱりその、障害の重い人たちも自分のやりたいことを自分の力で成し遂げていきたいっていうミッションがやっぱ伝わるんですね。あ、そういう方々がそこまで本気なんやったら自分も本気出して教えてあげようっていうと、もう皆さんが本当にボランタリーに、ね、集まってくださって私たちの活動を進めてくることができました。ちょっとそのねスイーツの様子とかもね見ていただきましょうか。スイーツのどこ行きましたか。あ、ここだ。これですね。スイーツの世界で活躍するチャレンジドを生み出そうというプロジェクトをねやらせていただいています。ここに書かれているようにプロップステーションと日清製粉が主催で、講演は、まあ、関係各省庁とかが講演に入ってくださっています。それからあとはそのスイーツのねお菓子業界がもうオールお菓子業界で応援してくださっているんですが、このチャレンジドっていう言葉が実はまあ、私たちが使っている特徴のある言葉です。障害者っていう言葉で、まあ、日本ではずっと呼ばれていたんですが、差し障りがあって害という字を書いて者と書くっていうその35年前の字面っていうのがどうにも並ねはやっぱり辛かったですね。自分の娘が障害が重いからこそやっぱりそういう字で呼ばれちゃうっていうことどうにかならないのかなと思ってるうちに害の字をひらがなにするっていう時代にはなったんですけど、もうちょっといい言葉ないんかなって、だって一人の一人の人が障害重くてもベッドの上でも働きたいとか言ってはんねんで、その気持ちをなんとか言葉に表されへんかなと思ってた時に、アメリカでは最近チャレンジドっていう言葉を使ってるって言って教わったんですね。え、チャレンジャーじゃなくてチャレンジド？ド、ドって何？って関西弁でね、ドアホとかね、ドケチとかね、頭につきますけどね、お尻につかないでしょ。だけど、チャレンジの最後が ED になっていて受け身体なんですって。で教えてくれた人、受け身体、チャレンジされる、うーん余計意味わからんやんかって聞いたら、要はその、まあ、アメリカですから神からっていう言葉が暗黙のうちにあって、神から挑戦する使命や課題やチャンスやその資格を与えられた人っていう意味で受け身体、それがチャレンジドっていう言葉なのよって教えてもらいました。うわ、それならなみね、この言葉すごいいいと思うわって言って、プロップステーションの活動では、障害者ではなくって、チャレンジドっていう言葉を使わせていただくようになりました。ぜひ皆様も覚えていただいて、何かのノロにね、使っていただけたら嬉しいと思います。おかげさまでこのチャレンジドっていう言葉をその長い年月30年以上使ってるんで、最近は行政用語っていうんですか、役所が出される書類だったりね、そういうものでもチャレンジドっていう言葉使っていただいたり、教育の現場でもチャレンジドっていう言葉を使っていただけるようになりました。とってもありがたいなというふうに思っています。これは新聞記事ですね。
今日ですからね、ついにのいろんなクッキーとかを学ばせていただくんだろうと思います。まあ、こんなような感じでですね、いろんな全国各地の作業所の調理室をその一流のシェフがそこへ行ってくださって、で、コロナ前はそこにいろんな作業所からわっと集まってきてくださってたんですが、コロナになってその作業所のこじんまりとした方だけで、あとはオンラインで、つまりこれと、まあ、お菓子作りと情報通信の合体ですね、すべてその場でビデオを撮影してオンラインで流す。で、一般の方はどなたでも YouTube でリアルタイムで講習会を受けていただくことができるっていうのをやっています。長い年月やっています。おかげさまでね、本当にたくさんたくさんの方々が受講をしていただいて、そうですね、そこの作業所のこのお菓子がその町の名菓と呼ばれるようになったりとかね、それから一番の売れ行きを、なんていうか売り上げを上げたとかですね、おかげさまでその習われた方々の作業所からどんどんそういうお声が届いています。で、何にはそのプロップステーションのコンピューターもそうですし、このスイーツの取り組みもそうなんですけれど、チャレンジ度はやっぱりきちっと稼いでタックスペアになっていただきたいというのがミッションなんで、この人たちに何かしてあげたいではなくて、その人たちが身につけたことで稼いでほしいんですね。ですからこのスイーツのようにはっきりとその売り上げが目に見えるっていう結果が出るっていうのは本当にすごく嬉しくって、お菓子っていうかスイーツっていうのがいかにその今レベルが上がってるか、ものすごくこうレベルの高いところで競争してる業界なんやっていうのもすごく実感として分かります。ですから本当にこの超一流のそれこそ、まあ、国が匠と認めたような先生からレシピを直伝で習われて、でしかも習ったことをまた作業所に持って帰って毎日毎日繰り返し繰り返しやって、そして本当にプロフェッショナルの味に仕上げて販売されて、まあ、売り上げも皆さん上げてらっしゃるんですね。そういうふうにそのプロップステーションやこのスイーツの活動をチャレンジ度の皆さんが活用していただいてるっていうことは、ナミネにとってはすごい誇りっていうか喜びです。ちなみに私パソコンもできないんですが、残念ながらお菓子作りもできません。あの情報とかも全然ダメなんで、あの食べる方専門にやらせていただいてます。終わってからね、試食タイムっていうのがあるんで、今のように最初にご挨拶をして、あとはあのじっと見てるだけなんで、で皆さんが一生懸命こう学びながら作ってらっしゃるのを見て、うわすごいとか言いながら、この映像は自分で撮ってるん、ちゃんとね映像を撮ったりちょこちょこコメント入れたりしてるんですが、そして最後に出来上がったのを呼ばれると、美味しいねって言ってその感想をまたネットに書くというような活動をさせていただいております。すいません、この鐘はもしかして1時間経ったっていう鐘ですか？あ、大丈夫ですか？びっくりした、ありがとうございます。これがね、スイーツの活動なんですね。それから先ほどの、セミナーの方は、あ、そういえば話がちょっと飛んでごめんなさい。テレビでご覧になった方もいらっしゃるか分かりませんが、歌舞伎役者の中村獅童さんです。この間、ついこの間テレビで会見をされたんです。で、それはなぜかっていうと、ご子息が2人いらっしゃって、次男、お生まれになった次男さんが指が1本、両手の指が1本欠損されているんですね。っていうことをこの場所で子供さんも連れてカミングアウトされたんですね。すごい勇気やなと思います。やっぱり歌舞伎の世界って、あの伝統の世界で、まあ、障害っていうことを、しかも自分の子供がねそうだっていうことをテレビで会見されるっていうのは、まあ、お父さんとしてねすごい勇気だなと思ったんですけど、やっぱり歌舞伎役者っていうのは手をこう見せる仕事じゃないですか。で、3歳っていうとちょうどもう役者の修行を始める年齢なんですね。だから上のお兄ちゃんは5歳ですけど、もうすでに舞台に立ってらっしゃって、下の坊やもこれから舞台に立つっていう時に、お父さんがその子供が手をこうやって舞台で出して世間がいろんなことを言う前に
父親としてきちんと皆さんにね、ファンの皆さんにも、それから一般の皆さんにも伝えておいて、息子が臆することなく堂々と演じられるようにっていう風にされたっていうんで、まあ素晴らしいお父さんだなと思ったあれでした。はい、チャレンジという言葉使われたんです。そうなんです。でこの中で実はチャレンジ度っていう言葉を使われたんですね。自分の息子はチャレンジ度ですって言われたんですね。でこの番組が放映される直前にミヤネ屋から電話かかってきました。10チャンネルのミヤネ屋さんね。私あんまりテレビは見ない方なんですけど、さすがにミヤネ屋ぐらいは名前知って、ミヤネ屋から電話かかってきましたって事務所の女の子が言うて、で何って聞いたら、そのチャレンジ度っていう言葉を使わせてくださいっていう電話やったんです。その指導さんが会見の中でチャレンジ度っていう言葉を使われるっていうのをミヤネ屋の人がキャッチしあったんですね。でも何の意味か誰もテレビ業界の人知らなかったんですよ。それでネットわーっと調べたら、どうやらナミネという人がチャレンジ度っていう言葉の使い出しっぺらしいって言って、調べて調べて電話その事務所にかけてこられて、そしてそのプロップステーション、社会福祉法人プロップステーションっていうところがチャレンジ度っていう言葉を、まあ、使い出した、提唱したグループですっていうのを、まあ、テレビで発表させてくださいって言われて、どないして発表するんやろうなと思ってたら、画面があって真ん中にミヤネ屋さんが喋ってはって、隅っこに1センチぐらいそんな絶対よーみんな分からへんわって、この隅っこに言う、それ社会福祉法人プロップステーションがちょ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 っと書いてありました。まあでもちゃんとわざわざね、そういうふうに事前に聞いて、勝手に使わずにっていうか、私ら別にチャレンジ度っていう言葉をできるだけたくさんの方に使ってほしいんで、それはテレビで使ってもらったりしたらめっちゃ嬉しい、まして指導さんがそういうふうにね、お子様のことで使っていただいたりしたらすごくありがたいなと思ってたら、わざわざそういうふうにてテレビでテロップみたいな感じでね流していただきましたというふうな実話もありました。そういう意味でネット上で急激にこのチャレンジ度っていう言葉がこのニュースの後わーっとこう広がりまして、そういう意味ではテレビの影響力っていうのはすごいな、ナミネが一言言うのとテレビが言うので1万倍ぐらい違うんやなと思った経験をしたことがありました。はい、そしてドローンなんですが、実は10月に神戸の花火大会ありました。あの見に行かれた方もあるかも分かりません。実はドローンによる花火の空撮を神戸市から依頼をしていただきました。でぜひあのドローンで、記録を撮ってほしいっていうふうに言っていただいて、でそれはあのプロップステーションの、ごめんなさい、ユニバーサルドローン協会の方へのご依頼だったんですが、ユニバーサルドローン協会に宮崎美宇さんっていう女性のドローンパイロットがいます。宮崎美宇ちゃん、これがユニバーサルドローン協会のトップのサイトなんですが、この右に立っている男性、黒い服着ている男性が国際ドローン協会というあの日本の、まあ、ドローンのトップグループですね。その協会の代表理事の榎本幸太郎さんという方です。先ほども言ったように超一流の人から習わないかんというナミネの信念のもと、ドローンをするんやったらドローンの超一流の人から習わないかんということで、この先生を口説き落としました。で口説き落として、習ってるメンバーたちなんですが、その隣にいてる赤い、ね、ズボンを履いてる 女の子、お嬢さんがいますが、このお嬢さんが宮崎美宇さんです。宮崎美宇ちゃんがドローン飛ばしてるところ、あれ右側にあったじゃないですか。いやそれを押してるんだけど、あの
その画面の右下あたりに。そこ押してるんだけど開かないのはなぜ？開かないですか？なぜ？あれ？開くと思うんだけど。これでしょ？この右側の。ダブルクリックをしたらどうでしょう？いいですか？あかん。いやそれで開いたはず。あれ？あ、開いた。うん、はい。宮崎美宇ちゃんという女性がドローンを操縦しているところです。彼女は実は生まれついて腕がないんですね。で、こっち側、左手か、左の肩から指がちょっと何本か出てるんですが、いわゆる腕は欠損しています。で、生まれた時から、赤ちゃんの時から足でね、何でもする勉強してこられてて、まあ1歳の時の美宇ちゃんがね、足で iPad 触ってる写真があってめっちゃ可愛いんですけどね、そういう風に足技がすごいんですよ。で、プロップステーションで彼女は中学1年生の時からパソコンを習いに来られてました。で、足でパソコンを操作するっていうんで、足元にキーボードを置いてね、で、画面は机の上を置いて、その足元のキーボード足で操作して、もうパソコンに関しても一流の技術を持っているんです。で、彼女がその足技ですごい、しかも IT 系が強いなってのはみんな分かったんで、4年前にそのドローンを始めるっていう時に、美宇ちゃんに足でドローンやってみひんかって聞きました。そうしたら彼女はぜひやりたいって、自分もやってみたいと思ってたって言って、それで先ほどの榎本幸太郎先生から直伝ですね、直伝でドローンを学ぶっていうことになったんですね。で、こういうふうに足に置いたコントローラーをその足で指で挟んで、もうあのミリ単位で1ミリ動かすと向こうで10メートル20メートルなんかすぐ違ってしまうわけですから、すっごく微妙な操作をしないとダメなんですね。で、その微妙な操作で彼女は一流のパイロットの技術を身につけました。で、ドローンっていうのは実はおもちゃだとか最初は言われてました。で、最近ではあのウクライナとロシアの戦争で使われたりして武器やとか言われてるようになって、はっきり言ってイメージがあんまり良くない。で、一番最初に日本でドローンのことが新聞とかでニュースになったのは、官邸の屋上へ落ちたっていうやつ。何かわけのわからんもんが落ちて、それがどうやらドローンっていうらしいっていうので、一斉にメディアも怪しいのみたいに書いたんですが、実はドローンっていうのはもう今や物流から人命救助から調査活動から、例えば街の調査、地図を作る、それから個人で屋根の上の台風の後瓦がずれたん点検するのまで、今もありとあらゆるようなこと用途にドローンは使われています。で、特に人命救助に関しては、雪山だったり海の上だったり遭難だったりっていう時に、その人が救援隊が行ったらまず二次災害とか起きることがあるので、まずドローンを飛ばして、どんなところでどんな状況でその遭難してるかっていうことを確認してから救援隊が行くっていうぐらい、もドローンっていう道具はさまざまなことに使われているんですが、まだ私たちがやり始めた時はドローンに対してイメージがまだ良くなかった時でした。でも彼女は自分はいろんな技術を将来身につけておかないといけないっていう覚悟を持ってらっしゃる方なので、パソコンの技術もそうですし、このドローンに関してもやりたいですって手を挙げたって言いたいけど、手じゃなく足を挙げられたんですね。で、今やすごいエンジニアになっています。去年の12月からドローンが国家資格になりました。つまり誰でもが飛ばせるっていうのではなくって、資格を持ってる人がきちっと飛ばさないとビジネスとしてはドローンを使ってはいけませんと。つまり有資格者で、まあ、遊びで飛ばすのは別ですけれど、おそらく遊びでも間もなく飛ばすのに制限がかかると思います。やっぱり人の上に落ちてきたり、いろんな意味で危険も伴いますから、きちっと学んで技術を身につけて資格を持ってっていうことで、今一等資格と二等資格っていう2種類の国家資格が去年の12月からできました。で、国家資格ができた瞬間に彼女は、私は一等取るって言って、本当に一等に挑戦したんですよ。なんと一発合格で、実技もそうですけど試験がめちゃくちゃ難しいんですよ。東大より難しいって言われてるぐらい。なんでかっていうと、気圧と気流の関係とかね、海面でのなんか飛ばした時の、なんていうんですか、水温がどうやとか、もうとにかく
ものすごくこう力学的なことを勉強っていうかテストに出るんですね。なんでかって言ったら小型無人航空機っていうものなんです。ドローンっていうのは正式名称が、つまり航空機なんですね。飛行機と一緒なんですね。だから飛行機を乗るためのパイロットになるための資格とほぼ同じようなテストを受けないと飛ばしてはいけない。でなぜかっていうとドローンっていうのはいずれ大型化もしていろんな荷物も物流の中心になって、まあ、無人航空機ということですから人は乗らないにしても相当なサイズ、もう今や大きいものはそれこそどれぐらいあります、鈴木さん、何メートルって 4.5 メートルとか、ね、アマゾンだったら10メーターとかやな。そうですね、物流にアマゾンとか使うやつっていうのも10メートルぐらいになってるんで、というような道具になっていますから、やっぱり試験制度を設けてきちっと資格を持った人が飛ばさないといけない。でみゆちゃんはそれを見越してもうとにかくぜひ試験が始まったら受けるんやって言ってまして、もう猛勉強してました。で一発合格をして日本最年少、今彼女は16歳、高校2年生になってるんですが、16歳で日本最年少でしかも足で一等資格を取った女性になりました。今ドローン人口は全国で50万とかあるいは100万とかも言われていますけれども、一等資格者って100人ちょっとしかまだいないんです。それだけ難関なんですね。で二等資格になると 2,3 万人もすでに取られたんですかね。それでも一等と のレベルの差は雲泥なんですが、でもプロとしてお仕事をしていこうとするとやっぱり一等資格っていうのが誰でも必要になるみたいです。で彼女はもう若干16歳で一等資格を取って、まあ、ドローンをこういうふうに飛ばしてらっしゃるっていうことなんですね。それからここに左、ナミネーの右側に白いシャツのピースしてる立ってる男の子がいます。彼は発達障害とそれから、軽い聴覚障害で、どっちの耳やったかな、補聴器はめてます。で、聴覚障害と軽い知的とがあって、彼は今、まだドローンを始めたばっかりです。みゆちゃんの活躍を知ってネットとかで見て僕も習いたいって言って入ってこられて、今まず2等を取ろうねっていうことで2等資格を取るために彼は頑張ってます。でその隣にナミネーがいて、もう一つ隣にピンクの T シャツ着てる青年がいますが、彼も発達障害の青年です。で発達障害の青年で2人とも16歳です。みゆちゃんも16歳で、まあ、で全員16歳っていうことなんですが、で彼はすでにお母さんと一緒に2等資格を取ってるんです。で、来週やったかな、榎本先生のところへ行って特訓を合宿して特訓を受けて一等に挑戦するって言ってました。まあ、榎本先生の話では彼の熱意とそれから勉強の仕方を見てたら一等資格は十分取れると思うっていうふうにおっしゃってましたけど、ですからわずかこの人数の少ない人数のユニバーサルドローン協会の中で3人の、ね、一等と二等の資格者が生まれた、しかもチャレンジドの方々がそういう資格を取られたっていうことですごいなと思います。でそれだけやっぱり皆さん自分の将来っていうことをすごい真剣に考えてあるんですね。普通高校生16歳って自分の一生とか将来の仕事ってそんなに真剣に考えないじゃないですか。ナミネなんか16歳の時三宮ほれ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 もう要警察に捕まってほんまにね、もう親不孝の極みやったんですよ。日本の非行少女の走りって私言われてました。神戸でね、ナミネ知らんだ潜りって、はい、でも父ちゃんはね私のことをものすごく溺愛してて、私がね不良になってるっていうのを全然知らなかったんですよ。知らなかった。である日私が、まあ、家でばっかりしてるから家をほとんどおらんからね、警察にね私を家で捜査で頼みに行くって言って、父が、だ母は知ってるから私が不良してるの、いかんでいかんでって、もうそのうち気が向いたら帰ってくるからいかんでって言ってるのに、いや可愛い波がどこでどんな目に遭ってるかわからんからって言って、で母ちゃんにできるだけ波の可愛い写真出せとか言って、もうそんな写真どうでもいいからとか言って、で、まあ、私の写真持って東灘警察へ行ったんです。
でおまわりさんに、すいません、うちの娘が可愛い娘の波がしばらく帰ってきおりませんので探してもらえませんかって言って見せたら、おまわりさん、ああ、お父さん、このお嬢さんの写真うちに余計ありますからもいいですねって言われて、初めて父ちゃんは私がそんな娘だったって知ったと言ってね、めちゃくちゃショック受けてましたけど、嘘一丁、本当にね。まあでも、今並みね、おかげさまでね、更生してるんですよね。更生してるからこういうふうに皆さんの周りでお話してるんです。その私を更生させてくれたのは間違いなく自分の娘なんですね。本当に娘のおかげでね、更生しました。娘の写真が、ね、かわいいでしょ。何歳だと思います？さて、当ててください。知ってる人は言わんとってねって言うもう言って、橋本さん知ってて実はこの娘は50歳、今年の2月2日で50歳になりました。まあこれ何年か前の写真なんですが、10年前の写真もね、20年前の写真もほとんど一緒なんです。変わらないいわゆる重度の脳障害ということでね、私はベイビータイプって呼んでるんですけども、まあ、こういうふうにニコニコすっごい笑顔でする時ってあんまりないので、このショットは私にとってものすごい貴重なショットなんですけれど、まず重症心身障害っていうと、一つの障害じゃなくていろんな障害が重くて重なってる時に重症心身障害っていうふうにね、名付けられるんですが、娘の場合は目が、視覚が明るいくらいだけがかろうじて分かる全盲なんですね。口角っていう光の感覚っていうか、口角だけはかろうじてあるんですけど、物の形は見えないので、まあね、お母ちゃんべっぴんなんだけど、残念ながらちょっとなってみたいな感じですね。で、聴覚は音はちゃんと入るんですけれど、その音というのは脳でその中身を判断するんですね。ワンちゃんが鳴いてる声なんか、お母さんが名前、自分の名前呼んでるのか、テレビでバンザイやってるのかっていうようなことは脳が判断、耳じゃなくてね、ご存知のように。でも脳の方が重度なんで、耳の鼓膜は別に何も損傷してないんだけど、まあ音は入るだけで何、私が負けとか言ってもまあ分かってないっていうような感じになってますね。で、声はまあ出ます。声はね、声帯がしっかりしてるんで出るんですけど、結局脳の障害でこう耳から入ったものが意味が分からないんで言葉にならないんですね。言葉っていうのは、私もね、娘授かってからね、初めて勉強したんですよ。娘授かるまで勉強大っ嫌いっていうのにね、娘授かって初めていろんなこと勉強したんですけど、言葉っていうのはまず周りからのいろんな音声っていうか言葉が入って、その言葉が脳まで行って、その脳の中でいろいろ蓄積されて判断して、見ている目とそのものが脳のあれとかひっついたりして、でそれを次は最後に言葉に出る。言葉っていうのはそういういろんな感覚の最後に出るのが言葉や。そうなんですね。ということはその手前のところで全部とストップしちゃってるから、結局言葉に出ないっていうことで、まあ機嫌のいい時に、まあ、キャ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 と言ったり、うわわわわと言ったり、機嫌が悪い時はもうにゃーって言ったりっていう感じですね。で、手がキュッとこういうふうにしてるんですけど、手っていうのはね、人間の外の脳なんですって。手の使い方で人間の脳の働きっていうのを分かるんだそうです。で、こういう動作って人類しかできないんですって。他の生物でこれができる生物に、これができて人間はなんていうか、物を作ったりとかね、物をしっかり持ったりとか、いろんなことができるようになった、技術のもとみたいなこれらしいんですけど、で娘の場合はだからその脳の状態のまんまの手なんで、手はパーするかグーするかだけで、しかも自分の手が何のためにあるかわかんないんで、この手でスプーン持ってご飯食べるとか。あと5分です。あと5分ですか、はい、ありがとうございます、はい、っていうようなことは残念ながらできないっていう状態ですね。まあでもこれ見てもらってわかるように、めっちゃ可愛いでしょね。50歳になっても永遠のベイビーってすごくないです。その途中、私自分が不良やったからわかるんです。親不孝したから。
親不孝したことないからね、不良になったことないから、この子は本当にあのすごい子だなというふうに思います。で、娘のおかげで娘を通じて見えないこととか聞こえないこととか喋れないこととか動けないこととか、それを学ぶために見えない人と付き合わせてもらったり、聞こえない人と付き合ったり、動けない人と付き合ったりしたんですね。つまりその当事者の人から教えてもらおう、だから自分全然それまで勉強らしいことしてないから、わからないことは全部当事者の人から教えてもらおうと思って付き合ってるうちに、あ、そうか、見えなくってもこんなすごいことできはるんや、聞こえなくってもこんな反応しはるんやとかいうことを身につくようになりました。で、おかげさまで今、まあ、自分自身があたかもなんか福祉の世界で障害のある人たちに何かをしてあげてる活動をしてるかのように世の中では言われてるんですが、全然そうではなくって、娘のおかげでそういう方々と出会って、その人たち一人一人の実に凄みみたいなことを知って、その凄いことを世の中は知らない、まだかわいそうとか気の毒とか言ってはる、違うよねっていうことを、まあ、伝えたくって、ブロックステーションっていう活動、それからユニバーサルドローン協会っていうような活動もさせていただいています。まあ、先ほどのみゆちゃんがね、足でドローン飛ばしてたのもそうですけど、手で飛ばせる人さえまだほとんどいないときに足で一等資格を取っちゃうというような人たちが、もう今や情報通信技術、まあ、ドローンも情報通信技術ですか、そういう最高の最新の科学技術とか、それからシェフのような最高の本当にすごい技術を持たれた方から伝授していただくとかいう、そういうチャンスさえあれば、その人たちが社会のメインストリームで活躍できるっていうことを、まあ、私たち規模は小さいですけど少しずつ証明してきたかなというふうに思っています。ですので、まあ、今日もその福祉講座っていうようなね名前がついているそうですけど、福祉っていうのは何かできる人ができない人に何かをして差し上げるという時代はもう多分私は終わってると思うんですね。すべての人の力を生かしきることができるような、その生かしきるための技術であったり、それから心であったり、法律であったり、制度であったり、そういうものを組み立てていく、使って広げていくっていうのが福祉じゃないかなというふうに思っています。そういう意味で、まあ、今日は皆さんの前でナミネのやってる活動のお話をさせていただけたのはすごくありがたいなと思って感謝しています。短い時間でしたので十分言い尽くせてないんですが、ナミネのフェイスブックだったりホームページだったり、あるいは活動の現場だったり、遠慮なく覗きに来ていただけたら結構です。それからナミネのナミアットプロPROP です。prop.or.jp っていうアドレスなんですけれども、メールで質問でも、それから感想でも、何でも結構なんで送ってください。今日これこれで話聞いたとか、なんかちょっとタイトルに書いといていただけたらありがたいなと思いますけど、必ずお返事します。で、そうですね、3日ぐらいして返事がなかったら、数がすごすぎて見逃した可能性もあります。めっちゃすごいんです。1日500通ぐらいメールとか来たり、でも大体そのうちの400はゴミなんですけどねだって宣伝みたいなばっかり来る、もうええよ、なんで今更パンツ買うねんここでとか思ったりするようなばっかり来るんですけど、まあ、でも100通ぐらいはちゃんとお返事書かないかんのですけど、やっぱり見逃すこともあります。ですからメールいただいたら 2,3 日して返事こんかったら、見てへんのちゃうかとか言ってもう一回ちょっと怒ってもらったら必ず見ることにしますということで、まあ、一期一会と言いますけど、今日こうして出会ってお話を聞いていただいたこと、ご縁にですね、これからもぜひナミネート、ブロックステーションと、そしてたくさんのチャレンジだと、それから、まあ、まだドローンに触れられたことない方が多いと思いますが、機会があれば、あ、そういえばね、ドローンね、神戸市の協力でね、神戸市の幸せの村の場所をお借りしてるんですよ。幸せの村って公園ですから、基本はドローン飛ばせないんですが、チャレンジ度の講習会っていうことで、しかもその人たちが働けるようにねするための就労支援やということで許可をいただいて、毎月1回幸せの村でドローンをみゆちゃんが足で
飛ばしたりしていますので、もしね関心のある方は突然来られてもちょっと困るんです。事前にナミネにメールをいただきましたら必ずお返事を差し上げますので、そういう意味で今日のお出会いがまた次の皆さんとの一歩につながりますことを祈りまして、ナミネのお話を終わりにしたいと思います。皆さんどうも今日はありがとうございました。誰か一人ぐらい。できたらお名前とかも名字だけでも教えていただき、長野敦子と申します。ありがとうございます。タルミックから来ました。今日はテレビとかでそういったチャレンジの方たちが取り組まれてるのを見させていただいたことあるんですけど、実際に関わっている方の生のお話初めて聞かせていただきました。ありがとうございます。で最初にビール・ゲイツさんとこう立ち上げた際にはそのドローンではなかったと思うんですね。でそういった中で最初の頃の取り組みとして今も続いているものとかがありましたら教えていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。素敵な質問いただいてありがとうございます。ビル・ゲイツさんを巻き込んだっていうのは情報通信技術を私たち伝授していただいたんですが、実はパソコンセミナーっていうのは35年間ずっと続いています。六甲アイランドにファッションマートっていうビルがあるんですが、そこの6階がプロップステーションの神戸の本部になってます。そこのパソコンルームで週にそうですね、10コースぐらい動いています。チャレンジ度の方のコース、高齢者の方のコース、それから神戸市からの委託事業のコース、県からの委託事業のコース、それから独自のコース、それからグラフィックのコース、それから、なんていうんですか、ワードとかエクセルとかの事務系ソフトのコースとか、いろんなコースが動いています。おかげさまで本当に今日ね神戸市の方とかもいらっしゃってますけど、自治体のご支援とかももう盛大にいただいて、で時々伊佐本市長なんかも覗きに来られたりして、覗きに来られた時に小学生と一緒にパソコンに向かって座らはって、小学生の方が上手でしたわ。やっぱ大人はね早くから始めた。で小学生の頃から、コースで入って習った子なんかもう親御さんも先生も飛び上がってびっくりした。自分とこの子供がよもやこんなすごいことがパソコンでできるなんて想像もしてないんですよ。だから親御さんがパソコンってなんか自分が難しいもんや思ってるから子供になかなかよう進めっていうのがあるんかわからないんですが、もう親御さんが思ってるのの何十倍もすごいスピードで子供さんは触ります。で先ほど足でみゆちゃんがドローン、みゆちゃん iPad を足で0歳の時に触ってるからね。つまり赤ちゃんの時からキーボードをピャンピャンピャンと触って画面が変わって面白いと思ったらそれでハマったっていう子もいるんですよ。だから本当に皆さんなんていうか先入観を持たずに、どんどん子どもさんであれお年寄りであれそれから障害のある方であれ身近にこういう道具があれば触らせてあげていただきたいと思います。高いレベルの先生なんか最初はいらないので、楽しむっていうところからねやっていただければいいかなということで、そのコースももしお時間あればロックアイランドに覗きに来ていただいたら結構かなと思います。ありがとうございました。それでは、時間の方も来てますので、これにもしまして、第3回の無料セミナーの方は、終了したいというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またご質問本当に遠慮なくメールで受けてくださいます。竹中奈美って検索したらもうなんか出てきますんで、メールを送っていただけると思います。よろしくお願いします。奈美ね、プレゼント
先週、はい、コースから私来てんだけど、本当ですか、はい、先日日曜日、それは、多分アキさんかな、なんかパワーが、パワーが、あれ、それは、はい、キーホルダー、本科生10代の子たちが一生懸命作ってくれました。わー、かわいらしい。お持ち帰りください。え、これも手作り、はい、生徒さんたちの、説明してください。長ぜひぜひちょっと、長田商業高校では株式会社ナガゾンという会社を設立しまして、はい、実際に投資をしましたで、県立高校では日本初の取り組みで、私の中でニュースで、あ、そうですか、はい、じゃあ行きましょう。私はサンテレビで30分の投資で、その担当の先生ですか。あ、そうです。すごいな。はい、ね、長田神社前商店街では月に1回の1日市というお祭りがあるんですけども、まあ、全てではないんですけども、今年は6回ほど1日市に出店をしまして、でそこで出している商品が今お持ちいただいているのは、ハーバリウムのペンですね。これはペン、はい、あ、パフ、パフ、これ、あの、お化粧とかお化粧と忘れてた。はい、で、まあ、商品はすごい、それなんで、夕方ぐらいに生徒が来まして、あの畑で、ハーブを育ててですね、はい、ハーブを使ってなんかカラーのハーバリウム作ったりとか、あのレジンでピアスを作ったりとかっていうのをして販売をしております。今年も大体40万か50万ぐらいの売り上げを取りまして、去年はちゃんと納税をしておりますので、はい、神戸市の方がさっきおられると言われましたが、はい、納税をしておりますし、はい、国税の方も払っております。そこまで聞いてないっちゅう。ありがとうございます。もう生徒さんたちにくれぐれもよろしく大切に使わせていただきます。ありがとうございます。これでもなんか引っ掛けくらいしてたら私粗相やからちぎれそうな。はい、それ先週作ってみた。そうなの。ちょっとよく動画ですけど見るかもしれない。ちょっとだけ見たってください。何て書いてるか。あ、本当や、なんか字になってる。10分ぐらいして作ってください。で、あれ、こっち向け、そうなんで、ピー何ハンドマジ読んで。マキ、マキって書いてんの、はい、T マキ、あ、それと何、やった、すごい、 T マキと T ナミ、娘と私の名前、うん、ありがとうございます。オレンジかなということで、あ、かわいい、ありがとうございます。娘に渡すと多分口入れるんで、はい、私がこっそりと飾るようにしておきます。ありがとうございます。すいません、本当にありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。はい。はい。あ、はい。ということで、ぜひ皆さん、今日の感想でもご意見でも何でもいいんで、メールでお寄せくださいませ。